受講料ただ聞くだけのワンポイントレッスン言いたいと思います。今週はですね、数字をかっこよく読みたいということで発音矯正をやっております。今日はですね、前回1をやりましたんで、今日は2をやります。2はですね、これあの T の音、日本人が発音すると2になりますけど、全然違いますよね。2でないです。2。これはまず最初の T の音がポイントです。この T の音は唾を出さずに、唾を出す、間違えた、唾を出さずに唾を、出すような音を出すね、だからトゥトゥ、これ唾をなるべく出さないようにしてください。トゥトゥ、唾を出す時の音ですね。トゥ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 、これが T の音なんです。だから2じゃないです。トゥトゥ、このトゥって音を出してウーっていうだけ、ユーで伸ばすだけ。トゥトゥトゥ、このトゥって音が出てないと、もう T として認識してもらえませんので、だから時間なんかもタイムでなくてタイム、トゥトゥタイムっていうとかっこいい音に変身します。じゃあ私の後について発音してみましょう。 two two または time time。 おー、かっこよくできましたね。それではまた来週もこの時間、この場所、この雰囲気でお会いしましょう。本庄武則でした。 See you next time. Bye bye.